副業の実践に役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる副業実践サラダ塾のサラダ直樹です。本日は深田明恵さんの書かれましたサラリーマンのための手取りが増える技65についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども手取りを増やす技を知りたい と思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。39ページ。手取りを増やす3つの方法。手取りを増やすには3つの方法があります。1。税金を減らす。2。税金も社会保険料も減らす。3。給付金などもらえるお金を申請する。 給料で生活している現役世代は厚生年金や健康保険の保険料を自分で減らすことはできません社会保険料は給料に一定率でかかり給与転引されるからですでも税金を減らす方法はあります年金収入はやり方次第で税金と社会保険料の両方を減らし手取りを増やすことができます年金収入は多いほど 国民年金保険料や介護保険料が高くなり手取りが減りますが退職金の受け取り方法次第では60代以降の手取りの金額が変わってきます退職の手取りを増やす方法は退職前に知っておきましょう手取りを増やすために知っておいてもらいたい税金の用語が2つあります1つは控除これは税金を計算する上で 経費のようなものです。年収が500万円だとしても、500万円をもとに所得税と住民税を計算するわけではありません。いくつかの控除を差し引くことができます。収入から控除を差し引いた残りが所得です。この所得税額をもとに所得税と住民税を計算することになります。覚えておきたいのは、同じ収入でも、 控除が多い方が税金は少なくなり、手取りは増えるということです。74ページ。手取りアップの早道。公的な節税制度を活用する。目的別に見て、まずは老後資金づくりの後押しをするものとして、1。確定拠出年金制度と、 自営業者向けの対象金作りの制度の2、小規模企業共済の2つ。そして、資産形成のための制度として3、ニーサ、小額投資非課税制度があります。ニーサについてはいくつか種類があります。どの制度も活用すれば手取りを増やすことができます。122ページ。 退職金の受け取り方法によって手取りが130万円も増える。この技は60歳を過ぎてから知るのでは手遅れになることが多いので、50代のうちから技を知り、準備をしておくことが肝心です。まず、グラフを見てください。退職金の受け取りの方法一時金か年金か選べる場合の資産です。年金受け取りをすると、 金務席がそのお金を運用し続けてくれるので、額面収入は増える利息の分、年金受け取りが有利になります。ところが手取り収入では結果は逆転。年金は2%で運用されるにもかかわらず、一時金受け取りの方が130万円も多くなるのです。どんな暗くりがあるんでしょうか。額面収入は、 年金受け取りの方が多いにもかかわらず手取りで見ると逆結果を逆転し一時金受け取りが130万円も有利となりましたからくりは税金と社会保険料です年間収入が多いとそれだけ引かれる額が多くなるからです年金生活がスタートする60代後半になると一時金は年23万ですが年金にすると3倍以上の年70万円に増えます 60代後半よりも負担が大きくなる要因は、リタイアすると国民年金保険と介護保険に加入するからです。高齢化が進み、この2つの保険料は決して少なくなく、年金収入が増えると予想以上に負担が増えることを覚えておきましょう。146ページ。年金生活の手取りアップには、工場フル活用。 退職金や年金の手取りを増やすには非課税枠であるそれぞれの控除をうまく活用するのがポイントです例えば退職金が2000万円で一時金か年金か受け取り方法を選択できるとします年金の運用率が高いから年金100%とすると退職一時金の非課税枠である退職所得控除額を全く使わないことになります 38年間勤務したとすると、非課税枠は2060万円ですから、2000万円の退職金には税金がかかわらず、全額手取りとなります。退職所得控除額を使わないともったいないですね。リタイアをしてから年金額が多いと税金だけではなく、社会保険料の負担も重くなるので、退職金は一時金で受け取るのがおすすめです。 一部年金で組み合わせたい場合は、まず退職所得控除額を使い切ってから残りを年金受取額にすることを検討するのがいいでしょう。退職金や DC の一部を年金受取にする場合、受取開始を60歳か65歳で迷った時には、60歳からにしましょう。60代前半にも公的年金控除額があり、 70万円まででは非課税ですこれも使わないともったいないので60歳を受け取りにして有効活用しますさらに60歳から64歳まで再雇用で働くとすると社会保険料は給与に対してだけかかり年金収入は社会保険料はかかりませんからさらにお得です172ページ 会社員が年金の手取りを増やす4つのポイント。会社員が退職金と年金の手取りを増やすコツをまとめてみました。1、一時金で受け取れる退職金は一時金で、非課税枠である退職所得控除額をフル活用する。2、退職金の年金受け取り、企業年金、DC 年金受け取りは65歳ではなく、60歳からスタート。少し、 使い残しの多い60代非課税枠公的年金控除額を活用する。3少ない支給量でも社会保険に加入する働き方を長く続け国民年金保険と介護保険の加入時期を遅らせる。4高いリーチのお宝個人年金保険は一時金受け取りも選択肢にどれも知らなきゃそんなポイントです。停電に回る前に知り これらを180ページ「本業以外にアルバイトしている人は確定申告で税金を取り戻す」給料でもらう場合は所得税が源泉徴収されていることがほとんどで多くの場合少し多めの所得税が引かれていますですから確定申告することで所得税の一部が戻ってきますしその分所得も減ることになるので 翌年の住民税が安くなり、手取りを増やすメリットが大です。186ページ。家族の国民年金保険料などを払っていたら申告する。国民年金や健康保険料の保険料を支払うと、社会保険料控除を受けることができ、所得税と住民税が安くなります。例えば、大学生の子供の国民年金保険料を親が払うと、 親が控除を受けることができますこの時父親じゃないとダメとか世帯主でないとダメという決まりではなく払った人でいいのです妻の方が収入が高いなら妻が控除を受ける方が節税メリットは大きくなります控除を受けるには勤務先の年末調整でもいいですし書類を出し忘れているなら確定申告でも所得税の還付が受けられます先日 大手企業で働いている知人の女性が、夫がフリーのミュージシャンで収入が不安定だから、夫の国民年金保険料と国民健康保険料は私が払っているというので、すぐに確定申告を進めました。彼女は保険料を納付書で払っていたので、まずそれの領収書を探して、過去に遡って5年分申告したところ、夫婦のハワイ旅行代が出たそうです。 これ以外でも手取りを増やす技、具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。